皆さんごきげんよう、上川かおりんです。ヤフー知恵袋を見ていたら下記の質問がありました。テキスト読み上げツールで一度に読める量が多いものを教えてください。2024年6月13日ということなんですが、 iPhone の場合テキスト読み上げはキャップカットは現在一度に完全文字まで読み上げできるようになりました。それ以外ではウェブ版ボイスボックスというサイトでボイスボックスの各種音声を読み上げることができますが、一度に読み上げられる量は未だ200文字前後がせいぜいなんですよね。もっと一度に読み上げできる iPhone 用ボイスボックスはないのかなと思ったら、ありました。あるかい。早く言ってよ。なんとずんだボイスというアプリならば、ずんだ以外のボイスボックスの各種音声も無料版では一度に200文字までなんですが、オフラインずんだボイスという別アプリならば800円1回ポッキリで、オフラインは文字数制限なしで使用できることが分かりました。また無料版のずんだボイスアプリであっても課金すれば1200円1回ポッキリで、オフラインは文字数制限なし、オンラインは一度に600文字まで読み上げできるようになるということが分かりました。ということで、実は私は今回なんとどちらのアプリも課金して試してみたっちゃんですが、 iOS18β6 を使用しているせいなのか、350文字を超えるとどちらのアプリも落ちてしまうんですよね。しく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 。まあ200文字から350文字になっただけでも嬉しいんですが、せめて600文字は一度に読み上げてほしいんですよね。これ iOS17 の方は600文字まで一度に読み上げ本当にできているんでしょうか。誰か物好きな方は試して私に教えてくれませんか。まあ私は気長に今後の改善を待ちたいと思いますがね。なお打足ですが、今回ずんだボイスムービーメーカーという別アプリもついでに発見してしまいました。しかしこれなんと2024年8月20日公開とのことで、まだ未公開、もうすぐ公開なんですが、読み上げに加えキャラクターに表情をつけたり体のアニメーションまでつけられるようです。おんまかいな。まあ超楽しみですね。ぜひ試してみたいと思います。以上です。